ハローエエブリワン、ンレッツジジョイアバス今回はですね3月、来週の3月2日から、えー、小中高の学校が全国で休校の要請が出たということで、えー、かなり教育現場、そろばん業界の方たちですね、だいぶ、えー、バタばバたタ、えー、お忙しくされていると思います。 で今回のテーマは、新型コロナウイルスがソロワン業界に与える影響について、お話していいいきたいと思います悪い話をするんではなくて、その影響、まあ、こういうようなウイルスで学校が休校になる、えー、私たちがやってる教室が、まあ、うちも来週の2日から14日まで2週間、えー、まずは一旦の早急の措置として、休みを取ります。 そういうデメリットの話ではなくて怪我の巧妙ではないですけどこういうような出来事っていうのは起こってくると思うんですねこの出来事をきっかけにリモートスタディの普及が加速すればいいなというお話をしていきたいと思いますまあ、ウイルスの話でお仕事されている方リモートワークス、えー、リモートワーク 自宅でお仕事をされるとといいいうのもだいぶ広ままってきたと思いますそれのまあ学習版ですねいわゆるオン,オンライン学習オンライン学習がまたさらに今回のこの一件で加速してくるんではないかというお話ですでソロ版学習に関してもこの YouTubeYouTube のプラットフォームを利用して 結構全国の先生たちがやり方に関するそろばんやり方手段式暗算のやり方に関する動画は。 えー、だいいぶ揃ってきたと思いま多くの優秀な先生たちがそれぞれのやり方、えー、それぞれの思いそれぞれの分かりやすい説明でしてますのでやり方に関しては YouTube を中心に、まあ、だいぶ固まってきたかなまとまってきたかなだいぶレベルも上がってきてますし、えー、これで十分対応はしていくと思いますでさらに、えー、もっともっといろんな先生たちが、えー、参加することによってもっと質の高い動画であったり やり方っていうのが発展していくと思うのでこれはいいと思うんですね。その時にじゃあやり方が分かりましたそろばん手段式暗算に対するモチベーションも上がりました家でよしやるぞとなった時に次に問題になるのが自動の練習問題の件なんですね。練習問題です これをどうするかなんですけどもまあ前にうちのチャンネルでも何度も何度も説明させてもらってるゴリ先生が一番自動作文ツールの中で国内まあ全世界の中で自動作文ツールの中で一番あの間違いないだろうと思ってる川上先生が作られた自動作文ツールまあ何度も紹介させてもらってるんですけどこれまた概要欄のところに購入先リンク先ですか川上先生の えー、アクセス、えー、それは貼っておきますのでまた確認しておいてください。でこれでですね、非常に掛け割り、看取り、あとは、えー、いろんな入門虎の巻であるとか、自動読み上げとかも入ってますので、もうかなりの、えー、質の良さだと思います。なぜなら自分の球に合わせて自分で問題設定できる。当然 例えば今4級練習してる子がいろんな動画を見ててでそろそろ合格点も取れるじゃあ3級の練習に入りたいとかっていう時もこの辺り掛、えー、け割り、看取りに関しては桁数の設定をすることによって今自分が練習してる級よりももっと高い練習もできる。逆に え復習であれ還元のやつどうだったのかなじゃあ6級に戻ってもう一回練習してみるであるとか設定なんかに関しても非常にやりやすくなってますこれはもう間違いなくおすすめですねですから先ほど話したみたいに YouTube を中心とするやり方であるとかそのそろばんに対するモチベーション的なものであるとかそれはもう動画でかなり本数的には揃ってきてると思うのでそこを中心に学んでいただいてでなおかつ もっと先のことを話すのであればもっともっと全国な、えー、非常に腕のいい先生たちがもっといいやり方があるもっといいモチベーションの上げ方があるというような感じでどんどん参入していただければそこは OK。さらに えこういうような作文ツールでなおかつ印刷設定も非常に、あのー、やりやすくなってますのでレイアウトの確認とかですねここら辺一発出すとですね非常にあの印刷もしやすくなってますこんな感じでですね、あの本番大会本番さながらとか、えー、試験の本番さながらのレイアウトでプリントアウトできますのでこれはご自宅でも OK ということになると思います。ですね大会 主材、えー、大会関係がですね、だいぶ中止であるとか、延期であるという、えー、情報が流れてきてます。確かに、えー、まあ、二度とこういうことが起こらないのが一番いいんですけども、ただ、やはり、あのー、何があるかわからないというのが、この世の常なんで、えー、じゃあ、例えば。 大大会会とか安山大会ですね、えー、これをどうそのリモートスタディにつなげていくか、まあ、前に一度紹介させてもらったんですけど、アプリ、うちもこの安山は愉快だ宇都宮大会のアプリを作ってます。まあ、こういうような、えー、アプリ関係、デジタル関係、オンライン関係でどん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 大会をやっていく。 えー、それを進めていくというのは非常にいいことだと思います。新型ウイルスの件で、まあ、大会中止であるとかっていうニュースを見たときにうちも6月安産湯会で宇都宮大会計画してたんですね。で予定通り開催しようと思います予定通り開催しようと思いますただですね実際に箱を借りるんではなくてやはり、まあ、チャレンジどん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 ちょっとゴリ先生チャレンジしていきたいと思いますのでアプリで。 えー、ある日程を決めてある時間、まあ、これに関してはちょっとあとこの開発者の方の、えー、こちらも開発者また川上先生とは違うんですけどもアプリの開発者の方も概要欄には貼っておきます、えー、当然開発者の方と相談しながら打ち合わせしながら設計上行けるんであればなんですけどもある日程を決めてある時間内で、えー、そこの中で、えー、オンラインで えー、同時に計算してランキングを出して、えー、上位を表示するというのをちょっとチャレンジしていきたいと思いますまだ、まあ、実際にこのあと、えー、いろいろと開発とテストパターンをやらなければいけないので何ともちょっとわからないですけどもあのやっていきたいと思いますでこのオンラインアプリ、まあ、うちはもう教室に導入してますんでランキング非常に今盛り上がってるんですよね あのー、読み上げ、フラッシュ種目は書き案、割り案すべて暗算なんですけどもそれぞれ岩山コースとですね今、そうですね草原コースこの2つのコースに関しては1人の子はもうカードコンプリートしてますんで、えー、非常に残り2月。 あと数日なんですけども実はうち、えー、カードレア、まあ、4種目カードを集めると、まあ、1つの種目でチャンピオンになった瞬間にカードが1枚もらえますんで、えー、4種目全部4種目チャンピオンになると妖怪カードが4枚もらえるんですよねでその4枚集めた瞬間にレアカードが1枚発行されますそのレアカードに対して、えー、ちょっとうちの方ではあのビッグなプレゼントを用意しているということでだいぶ熱い戦いが。 あの盛り上がってます,ですからそれをずっと見てたんでオンライン上アプリ上オンライン上でアプリ上じゃないですねオンライン上で大会をやっても十分あの白熱するんだっていうのは理解しましたのでちょっと今年の6月に関してはこれはチャレンジしていきたいと思います今非常にそのバタバタしてますし新型のウイルス関係でいろいろとその休校であるとかいろんな処理で あのー、後ろ向きな作業が多いかも分かりませんけど、本当に怪我の巧妙ではないですけども、やはりこういうような出来事で、何を学んで、何を学んで、何を改善していくかが一番問題だと思うんですね、後ろばかり見ていくわけにはいきませんので、必ず収束する、えー、時が必ず来ます。 どうやってもう一度、えー、通常の、えー、生活にいち早く戻すかその準備をもうこの段階からしていくべきだと思うんですねであればこのようなことがもう一度また、えー、違う形で起こった時でもすぐに対応できるようにリモートスタディー今回こんな、ね、動画を流させていただきました 日曜日に関しては、ゴリ先生、動画をアップしてなかったんですね。だいたい月曜から土曜に関しては、毎日動画をアップするんですけども、基本日曜日は、えー、よっぽどのことがない限り動画をアップしていきませんでした。ただだ状状況が状況がけに 日曜日もちょっとそろばん関係の、まあ、読み上げなのか読みやんなのか、えー、英語の読み上げなのかちょっとわからないですけどもなるべく生徒の子たち今そろばんをやってる子たち向けにちょっと日曜日も動画をアップしていきたいと思いますのでもし何かリクエストですねあのこんなことをやってほしいとかっていうリクエストがあればぜひぜひこの 3月まあ、2日から14日の間なんですけども、この期間、まあ明日も含めてですね、あ明,、えー、明日も日曜日ですけど、動画アップしますので、えー、明日から3月の14日、もしくは15日の日曜までですかね、このあたりまでは動画毎日上げていく予定でいきますので、ぜひ何かリクエストあれば、バンバン、えー、送ってみてください。それではままた元気いましょう See you again